コンコンチャンネル、コンのあさみです。どうした？今日はクリスマスイブなんですけど、帰ってきたのがもう17時とかで、夜の5時から慌ててこうクリスマスの準備をしてたら、あれこれいいの回さなくてみたいに、私が料理してる時に主人がカメラセッティングしてくれて、三脚をなのでかろうじて回せたんですけど、なんかこれもう使えるのかな、どうなのかなっていう感じではあるんですけど、よかったら最後まで。結構仲間からいろいろ怒っちゃったり、なんかバタバタしたり、キッチン汚かったりするんですけど、ほんと急遽回したので、子供がいたらこんな感じだよねっていう風に優しく見ていただけたらありがたい。パパに顔映っちゃった。ね、今日二人ともちょっと人参さ甘くしてみたんだけど、味見してくれない？おぶちゃん。いらない。どう？この甘いのだったら食べられる？甘い。甘いでしょ？そう。やめ。そうですか。いや、人参嫌いだ。人参甘いんだけどね、なんかね。勉強もしながらみたいな、すごろく隅っこで。そうか。あ、ほんと。離れてみましょうね。後ろぐちゃぐちゃだな。いつまで片付いてないじゃん。いや、ここ全然片付いてないじゃん。だって触らないで。ちょ。あ、これでお片付けるんだ。楽しみにしてね。ごちそうが来るから。待ってよ、何からやろう。ちょっと待ってね。さっきハート持ってなかった。ハートのシール。ご飯だった。もう一つのハートは？ママ、押して。うん、まだ開けないで。もうちょっと後だ。それやり終わったら。まだもうちょっと後だ。どれぐらい待ったら？サンタさんの、サンタさんのご飯がいいのもね。サンタさんの顔作って、果物のツリー作ったらかな。もうちょっと。あ、ご飯9時ぐらいですね。そしてこれ、カニカマが好きだから、カニカマが。6時半目標に。カニカマが好き。あと40分あればできる、多分。もうね、ほぼできてるの。なんなら食べられるんだけど。ここから小まごました作業が入るから。サンタご飯っていう。人いない？人映ってない？人？あ、映ってる。カロスティ。どこまで映ってるのか分かってない。まあまあ、そんな、うん、しょうがないんじゃない？使うか分かんないしね。多分ね、これできる頃に充電が切れるから SD カードがいっぱいですってなる気がする。マーマーはーい、サラダステック、サラダステック、サラダステックね、食べる、今開けて、ちょっと待って、それサンタさんになるから、サンタさん、ジングルベジングルベ、鈴が上がる、ブタン、待てよ、冷めたら困るから何からやるべきだろう。あ、かわいいね、いいね。
大丈夫だよ。じゃあこれママの携帯で撮ってもらっていい？かわいい。ね、静かにしてくれ。静かにしてくれない。はい、どうぞ。で、写真も撮れたよ。もうあー、ブレブレじゃん。どうだろう。やっぱりやめよ。ここすんだよ。あ、かわいい。かわいい。撮れた。全然撮れてないじゃん。撮れた。おひげそんな顔して。撮れた。撮れた。いいね。ちょっと危ないからね、この辺ね。何かやろ。片付けようか、これね。食べるって言って持ってっちゃった。待ってって。じゃあ、10からいつまで？食べたい。ちょっと待って。食べたい。でもこれ先食べるか。じゃあもうそれだけ食べてていいよ、写真に。濡れちゃった。しょうがない。本当は待っててほしいんだけど。でもそこまでにしようね。その後みんなでいただきますするから。で、ここまず片付けて。この、これ以外のもの全部ないように。ここじゃダメだって。わかんないのかな。はい、移動させるだけで意味がないから、ゴミはゴミ箱にしててね。はい、ありがとう。ママありがとう。ママ、綺麗。綺麗になったね。じゃあ食べていい？じゃあもうそれだけ食べてていいよ、写真に。いただきます、下から。いただきます。いただきます。はい。ひと品減っちゃった。ヒゲになる、サンタのヒゲ。いけるんじゃない？多分スタイみたいになってる。いや、シリコンだと思わなかった。これで肩抜くつもりだったんだけど。それヒゲなの？あ、それ顔ってこと？これサンタのシルエット。そうし、だからこれでチーズくり抜けばおヒゲのとこ、なみなみのとこはできると思って、結局手動って。大丈夫、ここが最難関だった、ここさえ、このヒゲさえなれば、なんとかすれば、もうあとはパッチンとか、腰型とかでいける。待って待って待って、ちょっと待って。もう一枚やっぱチーズ使おうか。何あったの？何かな？お楽しみだよ。もういいのか？もうご飯に行っていいのか？いや待って、だってご飯あったかいからさ、その最後がいいから。ツリーからやろう。あと2個ある。果物はね、あったかいとか関係ないからさ。いやでもどう思う？何が？昨日見た写真あるじゃん、あれの土台を、なんか多分みんな何かをアルミホイルでくるんでそこに刺してるの。発泡スチロールとかあればいいんだけど、発泡スチロールがないからバナナを芯にしようと思ってるの。崩れないか。そうなのさ。だからどう思って、一回やってみる、一回やってみるで大丈夫なのかな。まあそうだね、やってみるか。どうやってやるの？むしろバナナの芯どうやって立てるの？もうちょっと3本ぐらい合体させてやってみる。まずやってみよう。食べちゃった。じゃあどうする？
じゃあどうする？待って、次はもう待って、ご飯出てくるまで待って。ママが一生懸命作ってるから、あと2時間ぐらい待って。2時間もかからない。あと、だから6時半目標。もうこの時間。5回がいい。大丈夫。だからが合成なんだでもしかもちょうどここにハマる口。どういうこと？いや、多分これ本当は直でテーブルに置くんだけど、直で置いてくれる。やだやだわ。ちょっと無謀な気がしてきたわ。なんだ要は生け花みたいにするそうそう、生け花生け花これはちょっとあ、この子まっすぐなんだ、まっすぐな子。高さがないよね。そんな細かくしてない。いや高さがないよね。ちょっと繋ごうかと思ったんだけど、下の羽もつながってないんでしょ、土台と。うん、そう、そうなの。倒れると思う。倒れるよね。なんだ、みんな何を繋いでるの。土台があるんだ。いや、なんかアルミホイルでね滑る。こんなにごつい。シャインマスカットもあるんでしょ。シャインマスカットもあるけど土台が分からなくて。このもあるんでしょ。これすごいバランスだから、ちょっと待って。バナナ、シャインマスカット。ちょっとそこに回りつけてったらめちゃめちゃごつくなる気がする。ごつくなるね。そうだね。一本でいいんじゃない。一本で、まあまあそっか、そうだね。多分めちゃめちゃごつくなる、その回りつけてった。しかも重さに耐えれないから。まっすぐな。なんならブドウの房そのまま立ててやった方がいいぐらい。ああ、うん、そうだね。待って、謎、何でやってるとか、この台でやるのが怖くなってきた。ブドウ無線変更。あれ、なんでブドウがあるの。これも使うんだよ。フルーツそのまんまお皿に盛ればいいんじゃないの。いや、これはちょっとやりたいの、やってみた。だからモリモリは戦いなんだってば。場所との、本当にこの場所がないのよ、ケーキ置く場所が。危ない危ない危ない。これ使うからね、まだまだ使うから。分かった分かった。ちょ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 、これをこれをちょっと開けといてもらって。お星様好きだよ、これ人参さん。これ滑るな、土台。これちょっと待って、別のものにしよう。これケーキにしよう。あ、滑るな。横にしたらそうだね。わかんない、どうしたらいいんだ。手伝いますか。ありがとう。これ何したいの。果物のツリーしたい。何したいの。お手伝いする人、手洗ってきてくれる。はーい。インスタで見た通りにしてみよう。なんかバナナにする必要はないんだけどさ、したらなんかそれっぽく、土台っぽくなる。で、これに、じゃあここにぐさしてきて、ぐさしてきて、こっちが。あ、全貌が見えてきた。ちょっと私しか映ってない。ちゃう。ここにこうやってグサって果物をつけていくよ。グサッやりたい。はい、お手伝いする。ここ楽しいとこだよ。これにこのチクってするの気をつけてね。うん、でそう、こうやって押さえながら果物をつけていく。ブドウ、うん、でここチクってするから気をつけてね、先っちょ。抑えながら、チクだけ気をつけて。ほら、場所が。大きい声出さなくていいから、やめてって普通に言おう。ね。お腹すいた。
やってみてだよね。ボロボロ意味が分かんなくて、もうじゃ中に何か入れてんの。バナナ。バナナ。なんでバナナの中に。いや、刺しやすいかなって、形的にね。もバナナの絶対滑るでしょ。じゃあ、アルミホイルだけじゃダメの。あ、アルミだけだと硬すぎると思うんだ。バナナの滑り止めよね。硬すぎる。うん。滑り止めは重いものです。待って、チーン、滑り止めになりそうだけど、ちょっと待ってよ。チーン、おかしいよね。ペチ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 、チーン、痛い、ひどじょり。わかった、わかった、ちょっと待って。センスがってこと。嬉しいけど、ちょっと待って待って、やることがやっぱそうだね。もうすぐ来るよ。遅いな、ごめんね。楽しみ。もうちょっとだからね。あと10から1まで数えたら2持ってきてね。ちょっと待って、10、ちょっと待って、10、9、8、7、6、5、待って、すごい優しくプレッシャーかけてる。2、3、4、5、6、7、8、9、10、10まで数えちゃった。はい、間もなくです。間もなくほら、間もなく。うわ、あー、でも配置が分かんない。あと何回数えた。あと、そうだなー、あー、なんか配置ミスった気がする。7、6、5、4、3、2、1、0。待って、100、100、99、98、99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 
んだって。店は僕はこれうっさかった。フルーツがいっぱいついてる方が正面。なんでしょう。ああそうじゃなくて、あパパとママに答えておかれるのね。パパ、ママ、さっきの歌なんでしょ。なんだかんだ。じゃあパパとママに歌える。なんだああ、さっきのじゃなかったの、間違えてただけ。はい、じゃあもう一回。はい、アンパンマン、ダンスホール。ダンスホール。ママ大当たり。イエーイ。ダブル。歌なんでしょう。ジンが多分めっちゃ汚い。汚いよ、いつも。なんでしょう、ママ、パパ。すごい。はい、ママ、パパ。綺麗。ママ、パパ。こんだけ作ったらこうなる。ねえ、パパ。ねえ、ママ。来るかな。意外とアメリカンドッグは硬くてレンコンが刺さんないっていう。サンタさんまだかな。なくなってて、なんで一個が。バー。怖すぎるから一回持ってこう。入れてもらっていい。
来るからね。もう待って待って、ちょっと待って、なんでバタバタしてるの。これは絶妙なバランスでできてるの。ちょっと待って、また食べてた。本当だよ。本当かな、ちょっと見てみよう。うん、これちょっと隠そうか。おいしそう。おいしさ、ちょっと待って。あーケーキみたい。おーコースタード。これ多分大人だから、ちょっと待って。乾杯したい。乾杯もしよう。ちょっと待って、ここに置いたら完成。はい、あん、最後ケーキ。帯広のふるさと納税返礼品ケーキ、クリスマスケーキ。これ去年も食べて美味しかったんだよね。去年食べた、食べたよ。ランチカフェハッチ。あ、待って待って待って、5秒。ケーキが乗って 1,2,3,4,5 で5。まだまだケーキが乗ってから、乗ってセットされてから。うわー、待って、これこの銀抜きたいけど抜けるかな。抜けない。待って、抜ける、大丈夫。信じれ信じれ信じれ。まだ、あ、ちょっと後ろ崩れちゃってるんだね。いけるいけるいける。よし、後ろ本当にちょっと抜けてるの。ちょっと崩れてるよ。うわー、1、2、3、4、5。あ、でもなんかこの果物のツリーすっかすかだけど、まあいいか、もう待てないよね。よし、はい、分かった。みんなで最後取ろう、最後みんなで取ろう。よし、これでみんなで取ろう。あ、それでなんかクリームついてるの。うんクリームついてくれた。うん、おいしい。おいしい、おいしい、スプーン、おいしい。顔が変になっちゃったよ、これ。スプーンない。スプーンない？スプーンない。全然見えない。みんなしか見えない。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまたお会いしましょう。皆さん、良いお年を。バイバーイ。はーい、そして今からこれを片付けます。汚いの、これ映して大丈夫なのかな。